界が大変なことになってるから、確かにみんなのことは心配だけど、なんかググ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 グバレちゃった。そうなんだよね。どうも僕にはシェゾやルルーが助けを求めてるところが想像つかなくて、逆に僕に心配されてるなんて知ったら、そんなに弱くないってツンツンされそう。ゲゲゲゲそうそう、そういうめんどくさいところがあるよね、あの変態と。あの変態とは誰のことだ、アルル。あ、シェゾ、また変態呼ばわりされて出てきたの？地獄見にすぎない？違う、俺はお前にしようとしていただけだ。あ、一応突っ込んであげるよ、変態。グググ。あ、しまった、お前に質問しようとしていただけというつもりか。うんうん、分かってる分かってる。君が熱くなるとびっくりな言い間違えすることなんて、慣れきっちゃって逆に安心するよ。グググ。うるさい、俺はこの癖を直そうと。え、直そうとしてるの？当たり前だ、俺は絶対にこの癖を克服し、お前をいただく。シェゾさん。グググ。あ、またしても、お前に目に物見せた後の勝利をいただくというつもりが。いや、むしろ感心するよね。どんなミラクルでそこまでの言い間違いになるのかな。ある意味才能だと思うよ。ググ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 グ。シェゾ？あ、ルルえ、なんだかすごい怒ってる。今からお前を奪う。あ、言いたいことなんとなくわかるかも。僕からぷよぷよ勝負で勝利を奪うかな。グググググ。その通りだ。いや、そんなことはさておき、行くぞ。オッケー、ぷよぷよで勝負だ。こしゃくだ。え？この俺が大勝利。やったね、大勝利。グググー。あのことで調子を崩していなければ結果は違ったはず。あのこと？あ、そうだシェゾ、さっき僕に質問したいことがあるって言ってなかった？まあそうだった、それでお前を探していたんだ。
実は。おっはっはっは。もう来たのか。この声は。グググググ。まさか君なの？お前が欲しい。シェドさん、こんなところにいたんですのね。ウィッチ。いかにも。可愛くて強く、頭もいいウィッチさんですわ。おいっす。どうしたの？見てよ、アルト。すぐにわかる。シェドさん、あなたが欲しいですわ。え？あ？おお、観念なさってくださいまし。シェゾー、なんていうか、見せつけてくれなくても。誤解だ。ウィッチのやつはどこかおかしい。ああ、そうですわね。自分でも。なんでこんなに焦っているのかわかりませんが、シェゾさん、あなたとの終わりなきぷよ勝負で楽しい勝利が欲しいですわ。ウィッチってそんなこと言う？そこだ。先ほどからずっとウィッチに追いかけられている。何かしらの力に影響されているのだと予想しているが、アルル、常にトラブルの渦中にいるお前なら何か知っているだろう。そう相談したかったんだ。なんだよその言い方。でも確かにこのウィッチはおかしいね。リンゴたちが言ってた危険なことってこれかな。グググググ。やはり何か知っているんだな、アルル。僕も詳しいことは。何をのんびりおしゃべりしているんですの。してくれないなら行きますわよ。アルル、ここは食い止める。その間に考えをまとめておけ。え？さあ、楽しい楽しい。ぷよぷよでテトリスで勝負。痛いっす。落ち着いたか、ウィッチ。ウィッチ、大丈夫？あら？あらあらあら。なんでしょう。不思議とモヤモヤが晴れたような。正気を取り戻したようだな。とある女の子と会ってから、とにかくずっと
勝負しなきゃ勝負しなきゃってそればっかりが頭にあって、ずっとずっと勝負しなきゃってぐぐぐぐ思った以上に危ないかも。ぐぐぐぐぐぐ。おいバルデル、やっぱりお前が関わっていたんだな。関わるっていうか今回も巻き込まれたっていうか。説明しろ。アルルさん、何かあったのですか？そんな時にはウィッチさん特製、心が落ち着くお薬は。それはこうなる前に自分に使ってほしかったが。まあ何なんですの？二人とも落ち着いて、今から説明するからさ。グググググ行きます。なるほどな、謎の少女と混ざった世界か。事件の元凶らしきその少女、俺に覚えがある。え？グググ。少し前のことだ。見覚えのない少女が突然現れて、笑いながらぷよぷよ勝負を仕掛けてきた。それでどうなったの？かなりの実力があったが俺が勝ち、気がついたら少女は消えていた。おお、さすがシェゾ、闇の魔導士を名乗るだけのことはあるね。グググ。ふん、当然だと言いたいところだが、多分あの時は手を抜かれていたな。ただ俺の力を知るために勝負をしている様子だった。そうなんだ。あ、そのお話、ウィッチさんにも似たようなことが起こりましたわ。ウィッチも？グフフ。僕ちょっと事態を甘く見てたかも。その子がもしみんなに無理やり勝負をするように仕向けてるんだとしたら、ちょっと許せないな。グググ。当然心優しい私もさすがに怒ってますわよ。ふん、くだらん。シェゾと言いたいところだが、俺の静かな生活をそんな形で脅かす存在は見過ごしておけんな。追いかけるなら俺も言ってやろう。素直じゃないんだから。グググググ。あら、そこにいるのはシェゾとウィッチと。あ、ルル。あら、この格闘女王ルル様の永遠のライバルアルルもいるのね。あのね、ルル、実は。それじゃあ挨拶代わりにぷよぷよ勝負といくわよ。え、嘘でしょルル、君もなの？ん？何のことだかわからないけれど、逃げようとしても無駄よ。とにもかくにも勝負ですわ。テトリスかしら。Really?
チダッシュさ。こっちかしら。えい。次はこうはいかないわよ。覚えてらっしゃい、アレル。ルル。ねえ、気分はどう？まだモヤモヤしてる？どこか悪いところは？は？な、何よ君が悪いわね。このルル様はいつだって絶好調よ。何も問題ないわ。え？じゃあ。さっきの勝負は無理やりやらされたんじゃなく、したかったからしたのよ。まあなぜかいつも通りじゃなく四角いのも混ざっていたけれども、あれは何だったのかしら。アルル、ご存知？よかった。ちょっとシェゾ、どうしたのよこのアルル。ああ、それは。なるほど。その女の子については私も覚えがあるわ。シェゾの話と大体一緒。あれは誰だったのか少し気になっていたけれど、まさかそんないけない子だったなんて。このルルーとサタン様が許さなくてよ。そうだ、サタン。何よ突然大声出して。こんな事件サタンが知らないはずないよね。サタンは今どこにいるんだろう。探してみよう。グッグッグー。サタン様を探しに？それなら私も特別に協力して差し上げるわ。サタンが絡めば当然お前も来るに決まってる。知っていたから恩着せがましく言うな。さあとっとと行くわよ。みんなの情報を整理する必要があるな。ピピピピピピピ。ごめん。それでは報告する。なるほど、そういうことだったんだね。そんな、みんなに無理やり勝負させるなんて。ところで僕たちはサタンを探してここに来たんだけど。はぁはっはっは。あ、いた。ぐぐぐ。あるる、カーバンクルちゃん。困った時に颯爽と現れる闇の貴公子、満を持してサタン様が登場だ。ラブラブジェッジェッ。そういうのいいから。グググ。
あのさ、サタン、その時空のバグって呼ばれてる子について知ってるんだろう？ああ。教えて。時空のバグは何も知らない。え？この世界のルール、楽しい、正しいを忠実に守ろうとしているだけだ。何の話？先を急ぐな。やがて出会う。それが、バグ？まあ、そうだな。哀れなものだ。ググ。アルル、今のままでは最悪の結末を迎えるだろうな。このサタン様が味方をすれば話は違うが。さあアルル、このサタン様の協力を仰げ。もっともっと私を熱く欲しがるのだ。はっ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 は。頭痛が、ググググ。もうこんな時なのに。ん？どうする、アルル。手加減してやるぞ。みんな、ちょっと力を貸して。手始めに、あのサタンを懲らしめてやる。グググググググ。いくよ、勝負だ、サタン。いきます。それでこそアルル、我がフィアンセだから。フィアンセなんかじゃないってば。グググググググ。照れるな照れるな。あのサタン様。ん？そろそろその子の居場所を教えてほしいなって。いいだろう。というか、ここまでは時が来るまで遊んでいたようなものだ。え？そろそろだろ、時空の旅人。バッチリだよ、おじさま。おじさまが派手に暴れてくれたから相手も油断したみたい。というわけで捕まえてきたよ。エコロ？そういえばエコロにしてはおとなしいと思ってましたが。時空のバグことマールちゃん、ご招待。そんな名前じゃないと思うが。ひどいですよ。私をみんなでいじめるんですか？そう言われると。今すぐ君がこんなことをやめてくれればそうはならないよ。それはできない相談ですね。
追うのだ、アルル。頑張って、リンゴちゃん。ここを逃したら、多少厄介なことになるだろう。Hey, Carby. Goo! Goo! I know the fate of the world is at stake. And I'm definitely worried about my friends and everyone else. But it's just, you know... Goo! 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 Yeah. You really get me, you know? Anyway, there are some things I just don't see going well. Like, imagine if Shezo and Rulu actually needed help really badly. Then imagine if I told them I was worried about them. They'd be up in arms. How dare you assume we can't defend ourselves? Goo goo goo? Goo goo. They take that kind of stuff way too seriously. Especially that creeper. Who is this creeper you speak of, Arl? Whoa! Shezo! Do you appear out of thin air when people say the word creeper? That's quite a skill. No! I just want you. Oh, sorry. Was that my cue? Ahem. You're a real creeper. Goo, 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 goo. No, wait. What I meant to say was, I just want you to confirm something. Yeah, yeah, I know, I know. Ridiculous things slip out of your mouth whenever you're super focused. Honestly? It'd be weird if you didn't say those things. That's just classic Shezo. Goo, goo goo. Silence! I'm working really hard to fix this bad habit. Wait, you are? Of course I am. I'll be on top of this soon enough. I'll even be on top of you, too. Shezo. Goo goo. Oh, not again! I meant to say, I'll rise to the top and claim victory over you. It's almost impressive. Never seen anyone mingle words that badly. In a way, it's a real talent. Goo 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 goo. Shezo? Arl! He looks really angry! I shall have you! Let me guess. You meant to say, I shall have victory, and you will pay! Right? Goo-goo! Goo-goo goo-goo! That's exactly right. But that's beside the point. Come, let's do this! Okay! Puyo Puyo battle! We did it! Victory for us! Go, 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 go! If you hadn't distracted me, the outcome would have been different. How did I distract you? Wait, that's right. You said you wanted to confirm something with me. Is that the distraction you're talking about? Right. That's the whole reason I was looking for you. I wanted to ask. She's caught up to us already. That laugh. Goo-goo. Could it really be... Shezo, what a pleasant surprise running into you here. Witch. That's me,
the adorable, strong, and dangerously intelligent witch. It's potion time! Huh? What's going on? Just keep watching. You'll see soon enough. Shazo, I want you! Huh? Submit to me! You know you want to! Wow, Shazo. I didn't know you two were... It's all a misunderstanding! There's something wrong with Witch. You've got that right. I can't explain why I feel so desperate. Listen, Shazo. We'll have ourselves an endless Puyo battle. Then I can completely indulge myself in sweet, fun victory. Now give it to me! Did Witch always talk like this? That's just the problem. She's been chasing me around for a while now. I believe some sort of power has taken over her. Arl, you always seem to be at the epicenter of trouble. Surely you must know something. That's what I wanted to confirm with you. I'm not always at the center of trouble. At any rate, Witch is definitely acting weird. I wonder if this is the danger Ringo and the others were talking about. Goo goo goo! So you do know something, Arl? Only a little bit. Enjoying your little chat over there, you two? Well, if you're not coming to me, then I'll come to you. Arl! I'll handle her. We'll talk when this is over. Okay. Finally! Time to have a little fun! Puyo Puyo! Tetris! Let's get it on! Now we... Have you come to your senses, Witch? Yeah, are you okay? Huh? Oh. Oh my. I feel funny. Like a bunch of clouds and webs were just sucked out of my ears. It seems like she's back to normal. Ever since I met that girl, I felt like I had to keep battling and battling. That was all I can think about up until a minute ago. What's up? Keep battling and battling, you say? Goo 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 goo! This might be more serious than we thought. Goo 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 goo! Pardon me, Arl. But it seems like you're quite involved in all this. Involved? If by involved you mean dragged into it, then... yeah. Please, explain yourself. You can tell us if something's wrong, Arl. In fact, you know what this is the perfect time for? Some of my special witch's brew to put your mind at ease! You didn't think to use that on yourself earlier? Oh, shut up! What's your problem? Come on, guys. How about I fill you in on what's been going on? Goo-goo! Goo-g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 oo!